今日も草刈りだ。草刈りもそうだ。勝った勝った。草勝った。谷の花のあそこです。
あ、ここの菊芋は大きく育ちましたけど、ここはイネ科植物に駆逐されてる。よいしょ、ちょっと腰を伸ばすぞ。よいしょ、いやいやいや、よいしょ、うっと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 、ああ気持ちいい、いや、ああ、そうだ、今日はすごいぞこれ、今日は星がすごいぞ。ああ何時までいようかな。本の笹も切り放題だな、ここは。大久石の谷渡りですね。だいぶ上手になってきとるな。上手になるのが遅すぎるんじゃないか。このロープがこっから。ずーんと伸びて向こうの木に、この木につないであるわけですよ。でこっちに向こうに倒れないように引っ張ってるってね。まあ木につないでるから木は風が吹いても適度に揺れるだろうし、遊びがあっていいんじゃないかね。今日のウグイスは今までマチュピチュって言っとったけど、今日は今宮選手、今宮選手に聞こえなくもないんだよな。気持ちいい風が、気持ちいい風が吹いております。今宮選手、はあ、いい空だ。あそこに七夕の笹がありますね。電池がなくなりましたかよ。
畑にふるさとが流れてます。私のふるさとはここです。18まで、高校生までここで育ちました。そして畑にはゴールデンアワーが今から訪れますが、雲が少しずつかかってきましたね。星は微妙なとこです。今日は6時のサイレンを聞いて帰ろうと思います。火は使いませんでした。次回のための焚き木を集めてます。畑は玉ねぎのところを耕しています。次回何か植えたいなと思ってます。残りの部分ももう一回耕して、不法といえばこのひまわり、5本あったはずが4本しかない。1本はどうした、ああこいつか、こいつか、おい君か、ああごめんよ、草と一緒に、ああ草と一緒にちょっと引き抜いてしまったかもしれない。ひまわりがちょっと小回りになってます。ごめんなさい。頑張れ。今度来た時肥料あげるからな。はい、さあ次回来た時にこの中草の山がどうなってるか、中草の山がドーンと育ってたら怖いね。はい、仮設トイレは補強工事に入っております。よし、だいぶ草かったと思う、草分かりましたと思ってるんですけども、なかなかですね、現状復帰がやっとですね、いつものことです。7月のライブにはこのダグアウトは完成を見ないだろうから、簡易的にテントを張ることを考えてます。さあ涼しい風が吹いてきたぞ、帰ります。ではまた次回まで、ありがとうございました。